皆さんは40代に入ってからいきなり太りやすくなった、痩せにくくなったと感じることはありませんか？今までと同じ食事をしているつもりなのに、若い頃はちょっと食事制限すれば痩せたのにと困惑している方も多いかもしれません。また運動や食事制限で頑張って痩せることができたけど、なんだか老けてしまったように感じるなんて方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方はもしかすると食べていないことが原因かもしれませんよ。つまり40代以降のダイエットではしっかり食べないと理想の体型、見た目にはなれないということです。その理由と具体的な食事例もご紹介していくので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。アラフォー女性が食べて痩せるべき理由の一つ目です。ゆっくり痩せるため。痩せたいと思えば思うほど、できるだけ早く痩せたい、痩せるためには食事制限が一番手っ取り早いと思っている方も多いのではないでしょうか。しかしアラフォー女性には、私もアラフォーなんですけど、急激に体重を落とすダイエット、食事制限ダイエットは禁物。なぜなら代謝を低下させるリスクがあるから。というのも、食事制限ダイエットをすると体重はすぐに落ちやすいですが、その分体に必要な栄養が不足するため、筋肉が落ちたり消化能力が低下するリスクがあるんですね。そうすると痩せにくく太りやすい体になってしまうんですね。また年を重ねるごとに代謝というのはどうしても落ちていくものです。ではどうすればいいのかというと、冒頭でもお伝えした通り、食べることが重要。なぜならしっかり栄養のあるものを食べることで筋肉量や消化力の低下を防ぐことができるので、代謝をキープすることができるから。また栄養のある食事を食べていると体の働きも良くなるので、基礎代謝もアップして何もしなくっても痩せやすい体になっちゃうんですよ。つまり食べて痩せるとじわじわと脂肪だけを落とすことができるので、健康的に効率よく痩せることができちゃうんですね。アラフォー女性が食べて痩せるべき理由の2つ目です。老けないため。先ほど健康的に効率よく痩せるためには食べながらゆっくり痩せることが大事とお伝えしましたが、これは老けないためにも重要ポイント。皆さんの周りにも、あの人すっごい痩せたけどなんだかやつれた感じがする、逆に老けてしまったような、なんて方はいらっしゃいませんか？こういった老けた痩せ方というのは食事制限ダイエットなどの急激なダイエットによって起こりやすいです。なぜなら急に痩せることで肌がたるみやすくなるから。つまり体重が落ちるスピードに肌が縮むスピード、タイトニングって言うんですけれども、それが追いついていかないんですね。空気が抜けた風船をこうイメージしていただけると分かりやすいかなと思います。と思ったら後ろに風船がありました。ちょっと空気が抜けてしまっているので、こういうイメージですね。タイトニングが追いついていないというのは、なので老けないためにもゆっくり痩せることが重要なんですね。加えてハードな運動や食事制限によって体に必要な栄養が不足すると、肌や髪のエイジングが進んだり、ホルモンバランスが乱れることによっても老けやすくなってしまいます。このことからも40代以降のダイエットでは食べることが必要不可欠と言えますね。アラフォー女性が食べて痩せるべき理由の3つ目です。ストレスをためないため。ダイエットといえば我慢や根性が必要なものというイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。特にハードな運動や食事制限をするダイエットだと、こうしたストレスはかかりやすいですよね。しかしストレスホルモンが過剰に分泌されてしまうと、筋肉が落ちる、細胞の働きが落ちるなど、代謝が低下するリスクが高まるんです。またストレスがかかりすぎると食欲が暴走したり、甘いものやこってりとしたものなど刺激が強いものを求めやすくなると言われています。これはストレスによって強い刺激で対抗しようとするためです。
皆さんの中にもストレスがたまると甘いものを食べたくなるという方は多いのではないでしょうか。そのため運動や食事制限などのハードなダイエットではストレスによってかえってダイエットが進みにくくなるリスクもあるんです。その反面、食べて痩せるダイエットなら空腹感を我慢する必要も根性も必要ないので、ストレスが少なく楽に痩せることができるんですよ。アラフォー女性って家事、育児、介護、仕事など毎日忙しく過ごしている方が多いので、特にストレスがかかりやすい年代でもあります。そのためアラフォー女性は特にストレスがかかりにくいダイエットを選ぶことが大切ですよ。では具体的にはどのような食事をとればいいのでしょうか。ということで、続いてはホルモンを整えて痩せることができる1日3食の食事例をご紹介したいと思います。ホルモンを整える1日3食の痩せレシピ、まずは朝食からいってみましょう。キムチ納豆、バナナヨーグルト、目玉焼き、もち麦ご飯です。なぜこの朝食で痩せるのかというと、この組み合わせならダイエットホルモンと呼ばれるセロトニンの材料が取れるからです。セロトニンはメンタルや食欲を安定する効果があることに加えて、睡眠ホルモンのメラトニンに変化するので睡眠の質もアップするんです。そして睡眠の質がアップすることで脂肪燃焼効果のある成長ホルモンも分泌されやすくなるんですね。またセロトニンの分泌を促すには腸内環境も整えることが大切だと言われているので、キムチ納豆やヨーグルトなどの発酵食品、もち麦に豊富な食物繊維、バナナに豊富なオリゴ糖など腸活に効果的な食材を摂っておくのもおすすめポイントですよ。特に大豆製品には女性ホルモンを補ってくれる効果もあるので、40代以降の女性は特に意識したい食材です。続いて昼食・夕食では作り方も合わせたレシピご紹介していきます。メインメニューのみ紹介するので、サラダやご飯など追加して取り入れてみてくださいね。昼食です。鶏胸肉のごま衣焼きです。材料です。鶏胸肉、すりおろしにんにく、すりおろし生姜、醤油、酒、衣用の薄力粉で、我が家は小麦粉とか薄力粉を持っていないので米粉で代用していきます。溶き卵、白ごま、オリーブオイル、以上です。作り方は、調味料を入れたポリ袋に一口大に切った鶏胸肉を入れて10分程度漬けていきます。薄力粉、溶き卵、白ごまの順に衣をつけて、フライパンにオリーブオイルをひいて、漬けておいた鶏胸肉を2分ずつ焼いて蓋をして蒸し焼きにして完成です。めっちゃ簡単、旬食でした。鶏胸肉って低カロリーですでにダイエット食材として人気ですが、実は先ほど紹介したセロトニンの材料となるタンパク質ビタミン B6 が豊富なんですね。加えてごまに含まれるトリプトファンという成分もセロトニンの材料になるんですよ。ごまの風味によって淡白な鶏胸肉も美味しく楽しめるのがおすすめポイント。夕食です。鮭の具沢山粕汁、材料です。生鮭、鮭ですね、木綿豆腐、大根、人参、玉ねぎ、だし汁、こんにゃく、長ネギ、鮭粕、味噌です。作り方は、鮭、木綿豆腐は一口大に切っていきましょう。大根と人参は5ミリ厚さのいちょう切り、玉ねぎとこんにゃくは 1.5 センチ角に切っていきます。だし汁に切った野菜、こんにゃく、溶いた鮭粕を入れて煮ていきます。野菜が軽く煮えたら鮭と豆腐を加えて野菜が柔らかくなるまで煮ていきましょう。味噌を溶き入れ、最後に小口切りにした長ネギをトッピングして完成です。先ほどの鶏胸肉同様、鮭、鮭粕にもタンパク質ビタミン B6 が豊富に含まれています。加えて鮭に含まれるアスタキサンチンという成分はアンチエイジング効果が高く、鮭粕に含まれるレジスタントプロテインにコレステロールを下げる効果もあります。そのため40代以降の方におすすめなメニューなんです。他にもダイエットに役立つ情報を LINE でも発信しているので、お友達追加してぜひ皆さんのダイエットにお役立ていただけると嬉しいです。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー保健師の松田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。